はい、ごめんなさい、ちょっと今いろいろなんか様子がおかしかったですね。今ちょっと電波なんですかね、なんかちょっとなんか電波ですね多分。まさかこれが呪い、もう経ってますからね一日。これではないでしょうね。これが呪いではないでしょうね多分。はい、というわけで皆さんこんばんは。今日も不調でしたか。いや、なんかもうただ単にネットの環境に関してはちょっとねしょうがないんですよこれ、あんまり良くないので。でなんかもう少し環境よくできたらいいんだけどなと思うんですけど、ちょっとどうしようかな。でも Wi-Fi をやっぱりネット環境を整えるべきかなと思うんですけど、いかんせん今僕しか今人住んでないので、この家でっかい家に一人で住んでるんでね今ちょっと。はい、というわけで、ご挨拶していきましょう。もう結構前から来てますよね、これは。コメントね。いけこさんですかね。村尾さん、こんばんは。さやかマニアさん、こんばんは。えんきどさん、こんばんは。ノアさん、こんばんは。ひなたさん、こんばんは。ハライルさん、こんばんは。アミニャンコさん、こんばんは。めちゃめちゃ多いな。ノアさん、お帰りなさい。ありがとうございます。ひめぼめさん、こんばんは。お久しぶりになってすみません。いやいや、全然大丈夫ですよ。だって、年中怪談聞いてる人って逆に怖いなと思うんですけどね。ゾッとするって。はい。あとは、よしひとさん、お茶ありがとうございます。ブラックモムラさん、こんばんは。ゆらさん、こんばんは。かおるさん、お茶ありがとうございます。そうですね。あやさん、こんばんは。ゆっきーさん、こんばんは。初見です、ありがとうございます。ななしろと言います。はい、ななしろと言いますっておかしいけどね。まあ怪談師 YouTuber やっております、ななしろと申します。基本的に主戦場は YouTube なんですけども、ツイキャスも毎週やっております。もし今日初見ですよって方、よかったら YouTube の方チャンネル登録していただければ、毎日動画何かアップしてますので、よかったら楽しんでいただけたらなと思います。主に怪談です。それ以外もなんかホラーにまつわる何かですね、大体は。ちなみになんですけど、今クリスマス特集ということで、あ、ユッキーさん YouTube から来たんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど今ね、あれクリスマスなんで、もうすぐクリスマス特集のちょっとね、面白い動画をちょっと用意してます。はい、面白い動画っていうのはね、もう撮ったんですけども、まあ結構面白い動画だと思いますね。というか多分僕も知らなかったことをちょっと動画にしたって感じですね。ゾッとするやつですね。はい、花屋さん、良いことがたくさんある呪いで良かったですね。そうですね、 YouTube からYouTube でね、そうですね、今日出しましたけど動画はね、呪われた結果はっていう動画出しましたけど、結果としてはものすごい楽しい一日過ごしましたね。本当にびっくりしたんですよ最初。ツイッターで急に外からやってきて、なんか呪い方ってどっかで習えるのかなって言って僕が言ったら、教えましょうかって来て、誰怖い怖い怖いって言って返したら、ふざけてたんですかって言われてムッとされたから、ふざけてないっていうか怖いでしょこれどう考えたってつって、全然知らない人、ツイッターで全くつながりがない人から急に教えましょうか呪い方って言われたら超怖いじゃないですか。怖い怖い怖いって言って話をしたら、向こうはああそうみたいな、じゃあなんかじゃあ呪っちゃうわみたいな、軽いノリでね、じゃあ呪っとくよみたいな、あさってぐらいに何かあるかもねって言われて、怖い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 、明後日って21日ですか、怖い怖いってなって、じゃあ21日朝からずっと動画回してみようって言って、まあ朝起きてね動画回して、カラオケ行ってパーティーして二次会して、気がついたら0時を過ぎてたっていうね、なんか怖いことありましたか、なんもなかったですっていう、まあ本当に動画なんですけど、もう今言ったのが全てですね本当に。はい、というわけで、まあ、そんなことはさておき、じゃあ今日はですね、とても長い怖い話をしますって最初に言ってましたが、1個怖くて長くて面白そうな話を見つけました。もしかするともう怪談マニアの人は知ってるかもしれない話です。これは僕の持っている話ではございません。ツイキャスで毎週やってるこのね、土曜怪談で話す話っていうのは基本的には僕の持っている話ではございません。
ネット上に転がってる話で僕が、あ、これは怖いぞと思った話を持ってきて喋ってるという感じでございます。あ、今日はあれですね、カーキーさんも初見で YouTube から来ました、ありがたいですね。めめさん、めめはるこさん、階段で検索してきました、初見です、 YouTube 見てみます、ありがとうございます。では行きましょうか。今日の話いきます。ちょっとあのタイトル出しますので、ツイッターで出しますので、よかったらリツイートお願いいたします。いきますね。はい、というわけで今出しました、ゴーチというお話です。まあご存知の方もいるかもしれないですね。ご存知の方は、あ、そういえばそんな話あったなっていうふうに、思っておいていただければなと思います。これ非常に怖いですね、この話。もし創作だったとしてもかなりですね、うん、僕はもう読んでて怖って思ってしまった、お話でございました。長いのに、長いって言ってもダラダラ長いんじゃなくて無駄がないんですよね、これ話として。無駄がなくて長いっていう感じの話なんですけど、じゃあ行きましょうか。うわ、ゴーチだ。カオルさんご存知ですね、はい、ゴーチ怖いですね、この話。行きましょう。じゃあゴーチというお話です。これとある新興住宅地、まあ、ニュータウン計画でできた、まあ、住宅地なんですけども、そこで起こった出来事、一連の出来事っていうんですかね、なんですけど、ちょうどあのバブルだから1980年代の後半ですかね、そのバブルの初期の頃に、そこでニュータウンの計画が出て、で、まあ、近くのね、鉄道の路線のところに新しい駅を作って、でそこにね、そこほとんど農地だったんですよ、農業用地だったんですけど、それを全部宅地、住宅地に変えていこうと。でもう駅の近くにはちょっと駅ビルとかね、あのマンションとか建てちゃおう、でショッピングモールとかもバーって作ろうみたいな計画立ててたんですよ、バブルの時には。なんですけど、あれよあれよとバブルが弾けてしまって、でもう新駅はねできちゃったんで、その駅を中心にね、まあ、住宅地はいくつか作られてたんですけども、まあ、結局その高層マンションとかね、ショッピングモールとかそういうものは全部建設中止になっちゃったらしいんですよね。だからこれ、まあ実際あるんですけどね、そういう土地は、僕もあの営業で回ったことあるんで、こういう土地で見たことあるんですけど、あのもう住宅地があるんですけど、駅の近くに結構住宅地新しくて建て売りみたいな感じでわーってなってるようなところあるんですけど、合間合間が全部畑とか農業用地みたいなわーってなってたりとか、空き地がポーンポーンポーンっていってあるみたいな、まあ、そういうなんか住宅街なのかっていう思ったら、なんか微妙な宅地となんか空き地や農地が混ざってるみたいな、そういう土地がなっちゃったんですね、そこは。でそこのね、まあ、そこの地区ってわけじゃないですけどね、そこで不動産業を営んでいる人がいたんですよ。その人、まあ、秋葉さんと仮にしとくんですけど、その秋葉さんとね、まあ、この話をしてる人っていうのが、まあ、友達なんですよ、昔からの仲いい友達で。で飲み行ったんですよ、秋葉さんと久しぶりに。そしたらその秋葉さんがね、その土地のね、中の、まあ、これもちょっと仮ですけど、ABCDEFG のあのアルファベットの Q、新旧地区っていう、まあその区画の担当だったと。でそこはまあその彼が、秋葉さんが分譲した、まあその区画だったんですね。でそこの建て売りを買った人とかね、まあその家族がまあいるんですけども、その分譲してるその新旧地区の区画、だそこの区画でようと、建て売り買った人のね、家族とかその買った人本人が相次いで死んでるんだよねって言ってくるんですよ。なんかよ、数日前にも一人死んじゃってさ。で、まあ、さっき言ったようにそのニュータウン計画があってね、あの宅地になってるとこポコポコで、あの住宅地になってたんですけど、そのうちの一部がその新旧地区って言うんですけど、で、まあ、その新旧地区でね、どんどん人が亡くなってると。でどんな死に方をしてるんだっていうふうに聞いたら、その秋葉さんはね、いや分譲が全部終わって、ま
あ、1年とかそれぐらいの時は何もなかったんだけどね。それからポツリポツリと、まあそのうちのね、あの家の人の事故死したりとか病死が病死したりとかっていうのが、まあ2人ぐらい立て続けにあって、それから1ヶ月ぐらいってかなって、また今度はまあある家で4人まとめて自動車事故で一家、まあ、全滅してしまったと。でこれぐらいだったらまだね、たまたまね偶然が重なっただけでしょうと、まあそういうふうに言えたんだけど、それがね、そこからまた3ヶ月ぐらいでね、2人また亡くなって、でそのね病死したりとかね、まあそういう人たちもいたんだけども、老衰じゃなくてね結構若い人が多くてね、なんか異常じゃねえかっていうふうに言ってくるんですよ。でいろいろ聞いてみるとね、まあ、約30軒の、 あの建て売りしてね、30軒家があるんですよ、そこの地区、新旧地区なんですけど、30軒のうち半分近くが半年足らずの間に葬式出してるんですよ。おかしいじゃないですか、そんなのありえないじゃないですか。狭い地区ですよ、そこもう30軒のうち15軒で葬式出してるんですよ、半年で。おかしいねっていう話になって、でその秋葉さんはねちょっと声を潜めながらね、いやなんかさ、そんなだからさ、今じゃなんかなんかのたたりがあるんじゃないかとか、そこの新旧地区のね人たちみんなビクビクしちゃっててねって、で当然だからまあうちが分譲でやってるもんだからさ、クレーム多くなってきちゃってねって、でなんかそういう類の話とか好きなお前にだったらなんか相談できるかなと思って今日相談したんだよって秋葉さんは言ってくるんです。まあ、でもこの話を聞いた彼っていうのは、まあ怖い話とか好きだし、そういう怪しげな話っていうのはまあ、 あの集めてはいるんですけども、でもまあなんかその何かできるわけじゃないんですよね。霊が見えるわけでもないし、お祓いができるわけでもないし、なんかここが怪しいとかって突き止められるわけでもないわけですよ。でもなんかちょっと興味があるっていうのもあったから、とりあえずじゃあ話聞くよっていう話になって、でまあいろいろそのね詳しく話を聞いてみたんですよ。でその分譲地ってその新旧地区だっけ、そこには何か曰くがあったりとかしなかったのかっていうふうに聞いたら、いやー詳しくは分かんないけどなかったと思うけどね、そういうの俺はチェックするからって秋葉さんは言うんですよ。で地鎮祭はやったのかね、あの土地がね、あのの神様とかいるわけですよ、何かたたりとかがないようにするわけですけども、あ回線が切れます、なんか回線が切れちゃうかちょっとうんちょっとまあいや続きそのままいきましょう、すいません、続きいきます。ちょっと今日多分電波に関してはどうしようもないですね、完全に切れちゃわない限りは続けようと思います。はい、じゃ続きいきますね。で地鎮祭はやったのかっていうふうに聞くと、あもちろんやったよと、そりゃやるように決まってるじゃないと。でその時その地鎮祭を担当した神主さんは何か言わなかったのか、なんかこの土地はちょっとおかしいよとかっていうふうに聞いたら、まあ秋葉さんはいや俺その場にいなかったからちょっとわからないなっていうんですね。その死亡が相次いでるのはそこの地区だけなのかっていうふうに言ったら、そうなんだっていうんですね。その新旧地区だけがもうひたすら人が死んでると。で前の地主さん、そこのね前もともと持ってたねその地元の方、その方は何か言ってなかったのかっていうふうに言ったら、いや俺は特に聞いてない、まあそうやって言うんですね。ちなみに亡くなった人の共通性とか何かあるのかっていうふうに聞いたら、いや今はわからないな、調べてみないことにはっていうんですね。でそう秋葉よ、お前の親父さんが亡くなったのは偶然かっていうふうに聞いたんですね。それは全くわからないって秋葉さんが言ったんですけど、これどういうことかっていうと、実は秋葉さんのお父さん1年ちょっとぐらい前にガンで亡くなったそうなんですよ。でまだ60歳前とかで若いんですよね、その時に亡くなっちゃって。でしかもその親父さんがもともとその不動産業やってたんですよ、そこで。でその親父さんの後を継いで不動産業をやってるのが今の秋葉さんなんですね。
で、まあ普通にその区画の分譲をしたのはその親父さんがまだ社長やってる時だったんですよ。で、分譲がし終わってね、あの建て売り全部売れて、30軒家が入ってっていうところで親父さんがその倒れたんですよね。でもうそれまで全然普通に元気でピンピンしたのにもかかわらず、ある日突然バタリと倒れてしまって、病院に行ったところ頭に大きな腫瘍があるなんて言われちゃってね。でしかもそれがね、さらにがんも併発してるもんですから、もう体中にがんが広がっててもうダメだと、あっという間にぽっくりいってしまったと、そういうことがあったんですよ。だからちょっともしかしたらその、ね、秋葉さんのお父様が亡くなったっていうことも関係してるのかなっていうふうに彼は聞いたんですけども、いやーそれはわからないっていうふうに秋葉さんは言ってるんですよね。まあでも何せよわかんないことだらけみたいだけどさ、だったらまずその地鎮祭をやった神主さんに相談した方がいいんじゃねえかっていうふうに彼は言ったんですよ。そしたら、いやー実はーって言ってね、その神主死んじゃっててさって言うんですよ。なんだよそれって言って思わず突っ込んだんですけど、冷静に考えたらめちゃめちゃ怖いんですよね。30件のうち15件で葬式出してるし、でそのそこのね、あの新旧地区のね、あの地鎮祭担当した神主さんが亡くなってるわけですよ。まあでも秋葉さん曰くね、その神主さんっていうのは結構な年だったから、まあだからまあ年だったこともあるのかなっていうふうに、それは関係あるかどうかはちょっとわからないっていうふうには言ったんですけども、でどうしたものやらと思いながら、でうちが檀家になってるね寺に頼もうかなとかいろいろ思ったんだけど、そこの住職だどうもうさんくさくて生臭坊主っぽいからさ、俺とも気合わないし、しかもとだからちょっと頼むのも嫌なんだよなって言って、だからちょっとお前誰かお祓いできる人とか知らないかっていうふうに聞いてきたんですよ。でまあその時彼にはね、まあそういうふうに階段集めたりとかするのが好きなぐらいですから、知り合いにいたんですよ。まあ自称霊能力があるっていうね。でまあちょっとうさんくさいんだけどさ、自称霊能者っていうやつちょっと知り合いにいてさ、そいつしかいないんだけどっていう風に言ったら、まあ秋葉さんはねもう本当にわらをもすがるような思いでね、いやそれでもいいからさ、悪いけど紹介してくんねえかって言ってくるんですよ。まあ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 、じゃあ紹介するよって言ってね、まあちょっと仮になんですけど、そのね自称霊能者って言ってるね、人、まあ大塚さんとしておきましょうか。その大塚さんを紹介したんですよ、秋葉さんに。で数日後、秋葉さんとその彼と大塚さん3人で現地に行ったんです。で到着してね、その分譲地のねあたりぐるーってね一通り回った後にね、その大塚さんがね言うんですよ。確かにここからは何かを感じますね、しかし何か違うというか、なんかおかしいというかって、なんかふわふわとしたようなこと言うんですよ。でそれ聞いてね、その彼もやっぱりうさんくさいな、本当に見えてんのかなこの人ってふうにちょっと思ってね。で秋葉さんも心配そうに見てるわけですよ、そこで。で一応ね、対処できそうですかねっていうふうに聞いたんですよ、大塚さんに。そしたらうーんって言って首をひねった後に、無理そうですねって言ってきたんですよ。まあうさんくさそうだしね、まあ、無理だろうなきっとな、まあこれでできますって言われてね金取られるよはね、まあ、ちょっと良心的なのかななんて思いながら、まあわかりました、じゃあ結構ですっていうふうにね言ったんですよ。そしたらその大塚さんが今度は、あーじゃあ私の方からある方をご紹介しましょうかって言ってくるんですよ。ある方、まあ聞いてみると、その人っていうのは近くの市に住んでいる50代の女性の方なんですね。で大塚さんとはまあ付き合いが長い方だと、あその人もじゃあ霊能者なんですねと、じゃあぜひ紹介していただけたらと思いますというふうな話を取り付けて、でそれから数日経ったらまた死者が出たんですよ、そこの地区で。で、まあ、その30軒あるね、あの家のうちの1軒の、まあ、高校生の息子さんが、まあ、急性アルコール中毒で亡くなっちゃったんですよね。でってなっちゃって、でもうそうなってくるとね、だって30軒中15軒ね半年でね葬式出してるわけですから、もうビクビクしちゃってね、住んでる人たちも引っ越しを検討してると、
もうここで耐えられないとっていうような話をしてきたと。で、秋葉さんからも早く何とかしたいという話が来たんで、その例の大塚さんが紹介してくれたっていうね、あの近くの市に住んでいる霊能者の50代の女性の方、ちょっと仮になんですけど上野さんとしておこうかなと思うんですけど、その上野さんも含めて4人で再び現地に行ったんです。で、例のその区画をね歩いた時に、近くの土地も見てみましょうっていう風に上野さんが言ってくる来たんでね、あ、じゃあそこの土地ね、今死者がいっぱい出てるそのね地区以外のところも行こうって言ってね、そこの近くを歩いたんですよ。で、隣の区画を回って、今度は反対側の区画に回ってったんですね。そしたらそこにはちっちゃな公園があって、そのちっちゃな公園の向こう側がちょっと荒れ地みたいになってるんですね。で、荒れ地の向こう側がまたね新しい区画があるんですよ。で、そのちっちゃな公園を行き過ぎて荒れ地のとこまでやってきた時に、上野さんがピタッて足を止めてね、ここみたいねって言うんですよ。え？って思ってると、もう大塚さんもそうですねって言うんですよ。で、秋葉さんがえ、ここですかってね聞いたんです。秋葉さんのね担当してるとこであるんですけども、でもさっき言った新旧地区、いっぱい人が亡くなってる地区の隣のさらに向こう側なんですよ。だから全然ね真横じゃないんですよ。真横とかね、その土地の中じゃないんですよ。あれ？って思ったんですね。で、まあその大塚さんも上野さんも何がおかしい、ここで何か感じるっていうんですね。でもなんか二人ともうさんくさいなーなんて思いながら見てたんですよ。で、そこでちょっと気になったのはね、今言ったようなことですよ、要するに。え、でもここのなんかこの荒れ地がなんかおかしいっておっしゃりましたけど、ここの荒れ地がおかしいんだったら、ここよりもっと近いところの地区、区画の方がなんか変なことが起こるんじゃないですか。なんで2個離れた区画の方に影響出てるんですかねっていうふうに聞いたんですよ。そしたら、まあ上野さんはね、っていうふうにね、まあ首をかしげながら、そうですね、私もそこがおかしいなっていうふうには思うんですけれども、もうちょっと調べる必要がありそうですねっていう話になり、この土地の持ち主は分かりますかっていうふうに聞いてきたんですよ。で、秋葉さんにね、まあ秋葉さん不動産の人ですから、まあ聞いた絵で、秋葉さんもまあ調べれば分かると思いますっていうふうに言って、そしたら上野さんから、じゃあ至急調べて地主を見つけてくださいと。わかりましたってね、秋葉さんが返事して、ぶしつけで申し訳ないんですけども、対処ってできそうですかねっていうふうに上野さんに聞いたんです。すると、そうね、まずはここの因果関係がわからないと何とも言えませんね。それを知るためにもここの地主さんに話を聞きたいんですよって言ったんです。で、まあまあ秋葉さんはね、不動産屋ですから、まあまあお手の物ですよ。すぐにね、その日のうちには地主を割り出したんですね。で、その地主さん、まあどうやら隣の県に住んでるらしいと。で、早速アポを取ってみて、次の日曜日だったら会えるっていう話になったんです。で、早速日曜日にその地主さんのね、お家に伺ったんですよ。その地主さんはね、まあ60歳ちょっとぐらいの、男性の方だったんですけどね、ちょっと仮になんですけど、神田さんとしておこうと思います。まあ、神田さんと行くと。で、まあ、この時はね、この彼じゃなくて、この話を書いてる彼じゃなくて、上野さんと秋葉さんの二人で行ったんですね。で、まあ、いろいろ話を伺ったんですよ。まず上野さんがね、要件を切り出したんですね。新旧地区の神田さんが所有しているあの土地なんですけども、あの荒れ地、あそこの土地は神田さんが所有されてますよねっていうふうに聞いたら、はあって言うんですよね、神田さんは。それで、あの土地についてご存知のことを教えてほしいんですよっていうふうに上野さんが言うと、いやー、私はただ土地を持ってるだけですがねって言ってくるんですよ。まあ当然ながら霊能力者とね、不動産屋がやってきて土地について教えてくれなんて言ってくるわけですから、まあ、当然ながら土地の持ち主であるね、神田さんはちょっと、まあ、不信感を抱いてるわけですよ。で、少しやり取りしてたんですけどね、
まあ、上野さんがね、まあ、さすがにちょっとやっぱりちゃんと話をしないとダメだっていうふうに思ったらしくてね、こう言ったんです。私どもは神田さんに別に金銭的なことを含めてね、何か要求したりとか責任を追及する気はもう毛頭ございませんと。ただにわかには信じられないかもしれないんですけども、あの荒れ地、あそこの土地が原因で人の命が奪われている可能性があります。ですから何でもいいので、あの土地の昔からの言われとかを知っていたら教えてほしいんです。決してそれをね悪用したりとか、それをねむやみにね人に漏らしたりとか、何か変なことをするってことはもうしないとお約束しますので、ぜひどうかお願いしますっていうふうに上野さんが言ったんです。そうしたらちょうどねその話を隣の部屋で聞いたのかな、おばあさんがパッて出てきてね、それ、まあ、その神田さん持ち主のね、その60歳ぐらいの男性の方のお母様なんですね。80を優に超えてる方なんですけどね、まあ随分としっかりしてらっしゃる方ですよ。でそのおばあさんが出てきてね、その子はあんまり知らないから私がお話ししましょうって言ってくるんです。ぜひお願いしますっていうふうに言うと、あそこはね居道なんですよ、そうやって話してくれたんです。その神田のお母様、ね、神田さんのお母様が話してくれた話っていうのを簡単にまとめると、その神田さんが持ってる土地、住宅地の間にあるその荒れ地ですよ、ポツンとした。その荒れ地っていうのはいつの時代からっていうのは、ね、全くはっきりしないんですけども、昔からそこは汚れたものとか、なんか不幸な出来事に関連するものを捨てたりとか埋めたりするような場所だったらしいんですよ。だから居道、忌み嫌われる土地だったんですね。でそこにはね、例えば物質的なもの、何かもの、まあ、例えばなんだろうな、こう問題があるようなものだったりとか、まあその持ってたらねこう最悪が降りかかるようなものだったりとか、そういうものをそこに捨てるだけではなくて、まあいわゆるそのねものじゃなくて、例えば怨念とか憎悪みたいな、そういうものをその土地にもう代々捨ててきたと。ただしその神田のね、神田ばあさんってちょっとしときますけどね、神田のお母さんね、神田さんのお母さん、神田ばあさんがその神田家に嫁いでくる頃にはその風習ねっていうのはもうほとんど廃れていて、まあ、あの土地は居道なのよと、うちの持ってる土地のあの土地、あの荒れ地になってるあそこの土地は居道なのよだけしか聞いてなかったらしいんですよ。で、まあ、居道だから入っちゃいけないよとか、むやみに近づいちゃいけないよ、子供が行かないように気をつけてねとかっていうことはずっと言われてたんですよ。でその土地のことを豪地と呼んでいたそうです。でもその神田ばあさんの言う限りは、その豪地がなんで豪地と呼ぶのか、でどういう漢字が当てはまるのかってことは、まあ、知らなかったらしいんですね。で一つ、まあ、決まってることっていうのは、その土地豪地と呼ばれているその荒れ地に関しては、その神田さんの家が所有してたんですけども、管理自体は集落で行ってたらしいんですよ。だから豪地に関わる連絡とかそういうことに関してはもう全て集落全体で共有してたんです。まあ、ただね、その風習というかね、そのなんか豪地にね、物を捨てるとかね、それ怨念とかそういうものをそこに吐き散らかすと、まあ、そういうような風習はなくなってたんですけども、まあもう代々やっぱり守ってるっていうのがあったんで、集落のね、老人たちによって、ずっとそこで管理してたと。ただその集落一帯が、いわゆるね、そのニュータウン計画の時に、まあ新旧地区としてね、まあ開発の対象になったと。再開発の対象になったっていうことがあったわけですね。それまではその、まあ、管理っていうのはずっと続いていたと。でまあその神田さんの家がね、その土地を持ってたっていう理由でもあるんですけども、まあ神田さんの家はその集落では一番の地主だったんですね。ただまあ農地開放とかがあって落ちぶれてしまってね、ただまあやっぱりバブルの時にまあ、再開発がねあってね、自分たちは土地を持ってるわけですから、再開発したい人たちからね、あの土地をくれと、譲ってくれってわけですね。お金がいっぱいあるわけですから、お金がいっぱいもらえるわけですよ。だから土地をいっぱい手放したんですね、自分たちが持ってる
土地をいっぱい手放して再開発に使っていいですよ、使っていいですよって手放して、なんですけども、あの荒れ地に関しては絶対に売却しちゃダメだって言って、だから他のね新旧地区の宅地になってるところとか他の地区とかは全て宅地になってるにもかかわらず、あそこの豪地と呼ばれてるねあの荒れ地に関しては残してあったそうなんですよ、売却せずに。だから未だに神田さんが持ってる土地だったんですね。そしたらその神田さんの息子さんね、あのさっき出てきたあの還暦ぐらいのねおじちゃんですよ、その神田さんがね、ああそうやって言われてみれば確かに子どもの頃は豪地の周りにあった雑木林で遊んだ時には親父にすごい怒られたっけな、あと豪地の端を流れる水路でも絶対に遊ぶなって何度も言われたなって言うんですよ。そうするとね、まあその神田さんのお母さんですよ、神田ばあさんは心配だったんですよ、ね、だからうちの子にも絶対ダメよって言ってたんです、まあそんな話をしてこの話を締めくくってくれたんです。で帰りの電車の中でね、まあ、上野さんと秋葉さん、まあ2人で話したんですけども、上野さんもちょっとこれ私には手に負えないかもしれないですと、秋葉さん今日ちょっとお時間取れますかっていうふうに聞いてきたんで、ああ大丈夫ですよっていうふうに秋葉さんが返すと、そうしましたら W 氏に行っていただきたいんですけどもと、 W 氏、まあ、あの何氏っていうやつですね、 W 氏っていうのはそのさっき言った新旧地区の旧町、その旧町の近くの、まあその大きなね、まあなんだろう、その県内でいうとこの大きなその市だったと、でそこにちょっと行ってほしいんですっていうふうに言われたんですね。で、まあ、ちょうどねあの寄り道で通れる とこだったんで普通に寄り道で通ってって、でその WC に寄ってったんですよ、上野さんと秋葉さんで。そしたら今度上野さんがね、大崎さんっていう、まあ、男性の方を紹介してくれたんですね。で秋葉さんからするとね、もうすでにね大月さんからの、大塚さんからの、上野さんからの大崎さんってね、どん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 霊能力者がね次から次へと紹介されるから、なんかこれボラれちゃうんじゃないかなって思って、まあ大層心配したらしいんですけども、まあ、その時にもねちゃんと上野さんと大崎さんから、説明を受けて安心したらしいんですね。でまあいろいろと話をして、で結局ねその日はもう時間が遅かったんで、まあ翌日に改めて現地に行きましょうっていう話になったんです。でその時には、この話を、聞いてる彼と、秋葉さんね、不動産の秋葉さんと、上野さん、そして大崎さん、まあまあその辺も、参加していくと。で大崎さんっていう方はね、全然うさんくさそうな感じはしない、もう普通に礼儀正しいね、あの好青年というか、まあでも30歳ぐらいですね、年としては。なんか若々しくて、なんかスタイルのいい感じの、まあ、男の人だったんですけどね。まあ、その大崎さんと上野さんがね、秋葉さんにねこう先導されながら見て回るわけですよ。で秋葉さんのねお父さん、亡くなったお父さんが分譲した区画と、でそこからね2つばかし離れたところにあるその例のねあの神田さんが持ってる土地ですよ、荒れ地、まあ要するに豪地ですね。まあそこの辺りまでをぐるーっと見て回ったんです。で一通り巡った後にね、大崎さんから、秋葉さんちょっと協力していただきたいんですけどねって言われたんです。あできることだったら何でもっていう風に秋葉さんが言うと、この土地のこの土地とあと周辺の昔の地形を調べていただけませんか、できれば戦前、まあ、少なくともこのニュータウンが計画される前の宅地が広がる前の状態が知りたいんですっていうふうに大崎さんが言ってくるんですね。まあ、当然不動産屋なんでね昔のね状況っていうのも分かるわけですよ。できると思いますっていうふうにね秋葉さんが言って、じゃあ申し訳ないですけど至急お願いいたしますっていうふうに大崎さんが言うから、分かりましたって言って秋葉さんは受けたまわったんです。でその後に大崎さんねふっで上野さんの方を向いてね、上野さんここ
結界が張られていますよね、わかりますかっていうふうに、まあ、聞いたんです。そうするとね、上野さんの方も、わかります、でもなんだか複雑な形に貼られてるようですねって言ってくるんですよ。どういうことですかねっていうふうに二人に聞くと、いや今のところはちょっとはっきりとは答えられないんですけどね、秋葉さんが昔のここの周辺の状態のことを調べていただくっていうことなのでね、それ次第では分かってくるとは思うので、もう少々お待ちいただければと思いますっていうふうに大崎さんが答えたんです。まあ、とにかく人が死にまくってるってこともあったんで、まあ急を要する。で、秋葉さんはその日の晩には調べて、その日の晩にはもう大崎さんに連絡をして、で自分が調べた土地のね状況とか昔の地形っていうのを全部資料としてファックスで送ったんです。その間、まあ、大崎さんの方もまたね、彼なりにこの土地のことを調べたりとか、まあ、例の神田婆さんに会いに行ったりとか、他にも新旧地区に昔から住むそこの集落の方とかに話を聞いたりとか、まあしていたんですよ。でその間本当ね幸いなんですけどね、あの新旧地区からは、まあ、死者が出ることはなかったそうです。ただまあ一刻をね争う時代だったんでね、まあ、とにかく急いで調べようってなってたんですよ。そしてついに、まあある日の夕刻ですよ。まあね、最後に紹介された霊能力者の大崎さん、そして、女性の霊能力者のね上野さん、そして最初にねそのまあこの話を書いてる、彼の、知り合いだった大塚さん、そして不動産会社の、社長の秋葉さん、そしてあと渋谷さんっていうね70歳ぐらいの男性の方なんですけどね、その方がまあ、全員揃って秋葉さんの事務所に集まったんです。でこの渋谷さんっていう方は誰かっていうと、その最後に出てきたねあの大崎さんですよ、霊能者の大崎さんがいろいろとね、まあ、自分の足も使ってねあのその新旧地区のことを調べたんですけども、その新旧地区に古くから住んでいる住人の方なんですね。で大崎さんがまずね、まあ、唇を切って語り出してね、まず豪地とはどんな意味か、そしてどんな字を書くかですが、一般的に豪地と読ませるのは、まあ、あの故郷の郷ってですね、故郷の郷っていう字に地、土地の地をつけて、まあ、豪地と読ませるか、あるいはなりわいという字ですね、なりわいという字、まあ、授業の行でですね、あれに土地の地をつけて豪地と、まあ、読ませるのが一般的には思い浮かぶでしょうねと。で時間があまりなかったので詳しく調べたとは言えないので結論付けるとは言えないんですけども、ただ私の推測ではその豪地ではなく児童の字、児童館の字ですね、あの乳児とか小児とかのあの2、子供のあの意味を表すあの字、あの地という字に土地の地を書いて豪地だろうと私は思いますっていうふうに大崎さんは言ったんです。って思ったんですね。豪地って聞いてこの字を使うとは到底思えないわけですから、なんでだろうと思ったらね、大崎さんこうやって言うんですよ。まあ読んでその通りですけどね、これ子供、小さな子供を表すんですと。それがなまって豪地、ごちから豪地になったんでしょうと。あるいはこれはまあ多分むしろ可能性としては高いんですけども、わざとごちからごちとなまらせたんじゃないかなっていうふうに私は思うんです。そうやって大崎さんが言ったんですね。それから大崎さんはまあ満を持してって感じですけどね、渋谷さん70歳ぐらいのねおじいさんですよの方に向かって、渋谷さん、それでは皆さんにお話しいただけませんかって言うんです。でそこでね渋谷さんが話をするんですよ。皆さんは知っていらっしゃるようですけどね、あの土地には意味事を捨ててきた、でなんでそうなったかといえば、これは言い伝えだか本当かどうかはちょっと分かんないんですけどねと、
村八分っていうのはご存知ですかね。まあそんなことを言いながらね、渋谷さんがポツリポツリと語ってくれたんです。まあ渋谷さんの話を簡単にまとめるとどういうことだったかっていうと、あの新旧地区、あの地区ではかつて村八分を受けた家があったそうです。まあ村八分を受けた時っていうのがちょうどね、その土地が天災続きで、まあ全くね、農作物が取れなくなってて大変だった時期だったんですね。そのタイミングで村八分になってしまった。当然ながら村八分になってしまったら周り中と助け合いことはできないわけですから、そこの家はね、もうとても生きていけなくなってしまったわけですよ。でそれでまあ他の村人たちにね、その村八分に会った村人はもう許してくださいって言って一生懸命許しを請うたんです。まあ、でも村八分に会ったということはそれなりのことをやってしまってるっていうことなんでね、そしたら他のね村人たちはみんなこうやって言うわけですよ、口々に。だったらおめえ心を入れ替えた誠意を見せろ、そうやって言ってくるもんだから、わかりましたと、まあ、そう言って村八分になった家では、その家の一番幼い子供を一人一柱に立てることにしたそうです。それがね、村八分に会った側の家が、じゃあうちの子を差し出しますって言ったのか、お前んとこの子供を差し出せ、子供を人柱にしろっていう風にみんなから詰められてしまったのか、それは今となっては分かんないそうです。分かんないんですけども、まあ何にせよその一番ね、その村八分に会った家の一番若い子供に、まあ、白羽の矢が立ったんです。でまあ地主だったね、あの神田家が土地を提供して、その土地に人柱を建てるということになって、そこでまあ子供をまあ殺し、でその土地っていうところにまあ沈めたんです。まあそのおかげかどうかは全く分かんないんですけども、そこからまあその天災は収束したんですね。でその家も村八分を解かれたらしいです。ただ一度ね、そういう風に人柱に建ててしまったその土地っていうのはね、もう農地とかね、そういう実用的なことには使えないわけですよ。だからまあいつまでもそこには何も建てずに、何も使わずにいたんですけどね、まあいろいろね、集落の中で話し合いが行われてね、祠を建てて子供を慰めようかという案もあったんですよ。まあでもそんなことをしてしまったら、この人柱をしたっていう記憶がいつまでも残ってしまうと、我々は子供を生贄にしたんだぞと、その罪悪感を一生これから何代何世代も後までずっと引き継ぐのかと、まあそういう意見もあったんですね。結局だから祠を建てることとかも何もせずに、もうその土地はもうただただ遺地としてそのままにしたんです。で遺地となってしまったからには、まあいわくつきな場所ですよね。だ入ってはいけないだけではなく、まあ汚れたものっていうものをすべて、捨てる土地となったんです。で一番古くの頃から住んでいるその新旧地区で今ね、亡くならずに、ね、ご存命の方で長く生きてる方っていうのがその渋谷さんだったんですけどね、その渋谷さんが子供の頃にはその豪地のことをごっちという人もいたそうです。でも渋谷さんがね、あのごっちさっていう風にまあ話したりとかすると、まあ親からはすごく怒られたんですね。おめえごっちって言うな、ごっちと言いなさいと、ごっちダメだって言われるんです。でまあ渋谷さん最初それをね不思議に思ったんですよ。なんか悪いのかなと、まあ、別にごっちと呼ぼうがごっちと呼ぼうがいいじゃねえかと、ごっちと呼んでる人もいるだろうっていう風に思ってたんですけども、まあ、ある程度の年齢になった時にね、まあ親からこう言われたんですね。ねえ、ごっちって言っちゃダメだって言ったけどな、あれはごーちって言うようにしてるんだと。ごーちってのはな、子供のことを意味するんだぞ。だから子供の時におめえごっちって言っちゃダメだ、そういうのがあったから、そういうふうに言ったんだよっていうふうに、まあ親に言われたそうです。でその豪地なんですけど、まあ、とにかく、まあ、丁重に管理しなきゃいけないってことは、まあ、集落の中でも暗黙の了解になったんですけども、
ただまあその伝え方ってことに関してはね、各家の親の判断によってどういうふうに伝えるか、まあ、伝えるのか伝えないのかについてはまあバラバラだったそうです。でまあその渋谷さんはわりかしそれがきちんと親から説明を受けて伝わっていた方だったんですね。ただまあその最初に話をしたその土地を持ってる神田ばあさん、神田ばあさんがまあ知らなかった理由っていうのが、後から嫁ぎできてるんですね。外から嫁いできてるんですよ。だから知らなかったんですよ、全然全然。ただまあね、渋谷さんはなんとなくね、やっぱその土地に住んでるわけですから、未だにね、宅地になってないところに、まあ農地と宅地のね間のところにもともとある土地として自分はね手放さずにそこに住んでるわけですよ。だから渋谷さんはそのね、ことの顛末というかね、その新旧地区で人がたくさん死んでいく様を見てるわけですよ。毎日のね、連日のようにね、救急車がやってきたりとか警察来たりとかしてるわけですから、だから俺らもあそこで死人が立て続けに出てるからよ、だからこう家に関係があるんだろうなぁとちょっと気をもんでたんだよ。俺らはもういい年だから、いい年でもそのうちな子供とか孫とかそのさらに下の代とかに害が及ぶんじゃないかと思っていろいろ思ってしまったんだよ、まあ、そんなことを渋谷さんは言ったんです。で大崎さんはねそこでね、渋谷さんありがとうございましたっていう風にね一回礼を言って、で再び大崎さんの方から話を続けたんですね。いろいろな地方でね、まあ例えばその道祖神でね、まあお地蔵さんとかがねあったりしますけどね、道祖神ってねその道の途中にねあの石とか立っててね、まあ、祀られてたりするんですけども、その道祖神にそういったことをね肩代わりしてもらうっていうこともあるんですよ。まあその居道というかね、なんか問題が多い土地とかにねそういう道祖神建てたりするわけですよ。そういう風にして、まあ、沈める役割をしてもらう、まあ、そういうことをするんですけども、この豪地っていう場合はこの豪地の場合は、まあ、とにかくまあ居道としてね昔から機能してるわけですよね。でしかもそこに近寄らないようにしなきゃいけないと。でさらに言うとその近寄らないようにしなきゃいけないし、いろんなその汚れとかねそこにまあ投げ込んできたというか埋め込んできた塗り込んできた、そういう土地なわけですから、それを封じるためには何かをちゃんとしなきゃいけないですね。その、まあ、大崎さん曰くなんですけど、何か城、まあ、変わりね、なんだろう、代々の代っていうですね、城が必要になると、土地自体が、まあ、強力な城になると、まあ、そうやって言うんですね。ただ昔あの辺りに住んでいた人たちはね、その城、まあそのなんだろう、土地をね沈めるためのもの、まあ、それをより強力なものにしようとしていたと、まあしていたっていうかは強力なものにしてしまったってことらしいんですよ。でそこでね大崎さんは去っていって一枚地図を取り出したんですよ。それは秋葉さんがね調べたその豪地とその周辺の昔の地形、その地形をまとめた地図だったんですね。で大崎さんその地図見せながらね、皆さんこれ見てください、これが本来の豪地の姿なんですって言って、地図には赤鉛筆でスーって線が引かれてたんですよ。で大崎さんもね説明してくるんです。以前あった、もう今宅地になってしまってなくなってるんですけどね、以前あった雑木林との境、そして水路との境、そして隣の土地との境界線を線引きしていくと、ご覧になった通りですけどね、これ人の形になるんですよ。確かにこうやって見ると頭の大きな赤ちゃん、子供の形なんですね。本当だってね、見てる人たちみんながざわってしたんです。でも大崎さんそれ続けるんですよ。おそらくこれは偶然ではなくて、当時の人が意識的にこの子供の形っていうのを作ったんでしょうね。
先ほどちょっとね渋谷さんからのお話もありましたけども、まあ祠をね建てたりとかしてね、その生贄として捧げた子供のことをまあね祀って慰めようっていう風にするのもまあ案としてはあったなんだけど、それをやるのはさすがにちょっといつまでもいつまでもその生贄のことを思い出さなきゃいけないから嫌だと、そうなったけど、放置したわけではなくて土地そのものの形を子供の形にすると、そういうことによってまああからさまではないんだけども、自分たちは人柱として子供を建てたと、そしてそこが居道であると、その居道を封じるための城として、まあ、その形をかたどろうと、まあ、そういうふうに考えたんでしょうねと。でその結界としてまあ人形としてまあそういう城ですね、まあ、より城って言ったりしますけどね、いわゆる人形にすることによってその強力な、まあ、呪縛というかね、そこから解き放たれないようにしようってしたんですよ。でこうしておけばここに捨てられたね念とかそういう不幸とかそういうものが外に漏れる心配はないなと、そう思って代々もうその形の状態で保存してたんですよ。ただね人の形にしたという時点で実はあることがちょっとリスキーだったんです。それ何かっていうと、これ人形でもそうですけどね、人形も人形なんですよね。人形はね そこに魂とかね、そういうなんだろう、まあ悪いものとかそういうものを閉じ込めるのには優れてるんです。優れてるんですけども、閉じ込めておいた念っていうのが増幅してしまってそれが一人歩きする可能性がある、そういう欠点があるんですよ。だからまあ強い結界が立てられるんだけども、諸刃の剣なんですね。もしかするとそこに強く封じ込めたことによってその念が増幅してしまう可能性があるよと。だからそのこもった念というのがまあ強くなりすぎてしまって、ある日突然まあ狂ったように暴れ出すなんてことがまあ起こりかねませんと。そこでって大崎さん言ったんですね。そこで彼ら昔のそこのね豪地を管理していたここの集落の人たちは巧妙な仕掛けを作ったんです。これねどなたがそういうことをアドバイスしたのか分かりません。でも間違いなく何か能力のある人間、見える人間っていうのがアドバイスしたんでしょうね。それがこの水路ですって言うんです。その水路ってどこにあるかっていうと、ちょうどそのね豪地の本来の形になってる幼児の頭の部分、そこに当たる部分の境目を通ってるんですよ。その水路ってこの水路実は水って水に乗って流れていくんですよと。でさっき言ったようにね人型のものっていうのはあまりに念が強くこもりすぎててしまうから、それがバーンって弾けて大暴れてしまうことがあると。それを封じるためにガス抜きをしたんだっていうんですね。水路を作ったことによってその水路のところからスーっていって、ちょっとずつちょっとずつそういう念とかね、恨みや不幸だってもの、汚れっていうものがバーってちょっとずつ水路から流れていくようになってるんですよ。で近くを流れる川にそれがどんどん流れていくと。だから人型にしてねすごくグーって封じ込めたんだけども、あえて水路を開放することによってそっちから念を流してたんですと。だからここまでずっと大暴れせずにちゃんとここは居道としてまあ封じ込めることができてたと。そういうふうに大崎さんが言ったらね、渋谷さんもいや俺もさすがにそれは知らなかったな、気づかなかったって言ったんです。でまあ大崎さん曰くですけどね、私も最初に豪地見た時に複雑な結界が感じられたんですよね、だから地形を調べてほしいって言ったんですって。でまあそこまで話をした時にね、秋葉さんの方からね、あじゃあ今回のこの出来事っていうのは土地開発をしたことによってその人型の豪地の
形だったりとか、そういうものが壊されたから起こったんですかねっていうふうに聞いたんです、まあ、そしたら大崎さんはぐっとうなずいてね、全くその通りでございますと。でもだとしたらやっぱりおかしいですよね。だって高知よりも近い区画とかだと何にも起こってないのに、なんであそこの隣接してるところからちょっと離れたうちの区画、あのね、あの新旧地区ですよ、あの地区だけで人がいっぱい死んでる、なんでなんですかねっていうふうに秋葉さんが聞いたんです。そしたら大崎さんもね、待ってましたとばかりにね、ええ、それではそれを今から説明します、こちらをご覧ください、まあ、そうやって言ったんですよ。でもう一枚地図出したんですね。でみんながぐって覗き込んで見るわけですよ。で大崎さんこうやって言ったんですね。こちら秋葉さんのお父様が分譲した区画ですけども、これどことなく人の形に見えませんか、まあ、そうやって言われたんですね。おっと思いながらみんなで見てたんですけどもね、確かに言われてみればなんかトイレのね、あの男性トイレのあのマークのようなね、頭があって肩がスッて両肩に降りてね、あの腕と肩がねスッと降りてて足までスッて下に伸びてると、まあ、そういう感じの直立不動の人間の形をしてるように見えるんですよ。確かに人の形に見えますねっていう話をしたら、こちらの区画とその豪地のところの区画、位置関係としてはこういう風になりますって言って、その2つの区画の地図っていうのが合わさった地図を今度スッて見せたんです。そしたらちょうどね、子どものまあ頭の部分っていうんですかね、頭の部分とはあの部分から横のところにさっきの人型の形、要するにね、新旧地区ですよ、あの新旧地区の人型のところの肩のあたりがちょうどその子供の形をしている豪地のところの頭のあたりに近いんですよ。こちらよーく見ると母親もしくは父親が子供に添い寝をしているように見えませんか、そうやって言ってくれたんですね。でそれ聞いてみんなあっって言って声を上げたんです。確かに本当だ、隣に寝ている病気のね子供かね、寝てる子供っていうのをいたわってこう横に寄り添ってあげてる大人のように見えると。本当だ。そこから大崎さんの話によるとね、まあ管理がね、代々伝わってきたんですけどね、まあおろそかになってしまってと、で結界もだんだん弱くなってしまって、ところどころほころびもできてたと、まあ、そういう状態で、しかも今念を逃すための水路っていうのが微妙にね分断されてしまってると、だからどうしようっていう状態でどん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 その豪地の中に溜まっていた大きなね、そういう汚れ、今までのね負の念っていうものがどん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 溜まってきていた状態で土地開発があったんです。隣の区画がたまたま人の形のようになってしまったと。その結果何が起こったか、本来もともとあった豪地から本来であれば水路をたどってね川の方に逃れていたはずのそういう負の念っていうものが全て隣で添い寝をしている形になっているね、その新旧地区そっちの方に全ての念がぐーっと流れてしまったと。その結果区画的には離れてるんですけど、その新旧地区のとこだけ30軒のうち15軒人がね亡くなる、そんなことが起こったんです。とにかくことは緊急要しますからと、早く応急処置しましょう、まあそういう風になってね、なんとかその後お祓いとかを行ってね、まあ無事にまあその後その形っていうんですかね、元々の豪地の形に戻し、そしてまあ区画ももう一度土地を形を変えて、そして水量ももう一回復活してっていうことをやったそうです。その結果その後その新旧地区の土地、まあ、かつて新旧地区だったその土地、まあ、自然死が2件あっただけで、まあ、事故とか病死とか若くして死ぬとかそういうことはなくなったそうです。そんな
お話でした。ゴーチというお話でした。あーすいません、なんか多分時間が今もうこれで終わっちゃいそうなんで、ちょっと一回あれしますかね、切れるかな、多分切れそうかな、あ切れねえかな、大丈夫かな、あ大丈夫か、よかった危ない危ない。はい、というわけでそんなお話でございました。ちょっとやっぱり電波の問題かもしれないんですけど、なんかちょっとおかしくてですね、今延長コインがなかったんですけど、なぜかあれですね、延長できてますね、おかしいな、まあいいや。そして さっきからなんか人数のカウンターが全く動いてないんですけど、今何名ぐらいいらっしゃるのかちょっとわかんないですけども、はい、というわけで今日は1時間丸々使って1個の話をするっていう、ちょっとなかなかなことやってしまったんですけども、すいません、なんかちょっとね、僕も見つけてそんな経ってないんで、まだ内容を完全に把握して喋ってたわけじゃないので、非常にちょっとな拙い部分はあったかなと思うんですけども、以上がゴーチというお話でした。非常に気持ちの悪い話ですね。気持ちが悪いし、まあ、無事に解決はしてるんですけども、なんともそういう土地っていうのはどっかにあるのかもしれないなっていう、あ懺悔的なって皆さん言ってますね、はい、懺悔みたいな話ですね、はいですね。すいません、今ちょっとなんか人数のカウンター見えてないんですけど、今人数 何名ぐらいいらっしゃるんでしょうかね。今90止まっちゃってるんですけど、90ぐらいですかね、まあいいやなんかカウンターが止まってるんですよさっきからね。まあ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 、よしとしましょう。あ70、あよかったです、めっちゃ減ってる悲しいまあ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 、民族学的要素をふんだんに盛り込んだ素晴らしいお話でございました。ありがとうございます。まあありがとうございますって僕の話じゃないんですけどね。というわけで、今日はもう1個の話だけで終わるだろうなと思ったんで、ここで終わりにしようかなとは思うんですけども、ちょっと最後にちょっとね、まあ宣伝というわけじゃないんですけども、普段僕の YouTube 見てくださってる方は、多分ご存知でしょう。なんですけど、僕はまあ普段、実話怪談の方をどっちかというと喋ってます。で、ここのツイキャスでは実話怪談は喋っておりません。ただまあたまに喋りますけどね。で最近ちょっと実話怪談全然更新しないんですけど、実は結構いろいろな話もらってますし、結構怖い話もあるんですけど、ちょっとまだねまとめてないので、ちゃんとまとめて、また一連の動画撮ってアップしようかと思いますので、少々お待ちいただければと思います。でその代わりですね、ちょっとまあなんかかつてと比べてちょっと YouTube の方は、まあ、企画系の動画っていうんですかね、ちょっと変わった動画っていうんですか、ただ怖いだけじゃなくて、ちょっといろんなところに行ったりとか、まあ変な企画立てたりとか、まあそういうことやっていこうかなっていうふうに思っておりますので、ちょっとね雰囲気がまた動画の方、ね、YouTube の方変わっちゃうとは思うんですけども、ちょっとねなるべく僕もですね、まあこうね、こういうこと言うのおこがましいですけども、まあ、ちょっともうもっとたくさんの人にね知ってほしいなっていうのがありまして、できれば、まあチャンネル登録者もおかげさまで今2000人を超えたんですけども、できればもう来年の半年中には1万ぐらい行きたいなっていうちょっと気持ちもありまして、ちょっと頑張らせていただこうかなと思いますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。ツイキャス今やってますけど、もしかするとツイキャスから YouTube ライブの方に、移行するかもしれません。ただツイキャスだけ聞いてるって方もいると思うので、ちょっとしばらくは様子見ます。はい、というわけで、今日は非常に長い話をずっとしてましたけども、以上になります。ちょっと電波が悪い中で申し訳なかったんですけど、多分動画というか、多分これ録画したら多分きちんと聞けるはず。もしかしたら録画した方もブツブツしてるかもしれないですけど、多分聞けるはずなので、一回もね途切れてはいないんですよ今日。電波が完全に分断しちゃって消えちゃうっていうのもまあ今まであったんですけど、それやっちゃうと多分ね撮り直しになっちゃうんで、録画とかも別のね枠になっちゃうんですけど、今日一回もなってなくて1時間ずっと続けられてるんで、多分大丈夫だと思います。ちょっと様子見ますけど、ちょっとダウンロードして聞いてみますけど、まあ、ちょっと今日の話に関しては YouTube でまとまって上がってるのも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ブルーさんからバーチャル怪談師 YouTuber になりましょう。VTuber 実は僕やりたかったんですよね、もともと VTuber やりたいなっていうのがあったんで、やり方考えたんですけど、ちょっと今実現性あんまないなと思ったので、
2回ほどライブ終了と表示されたんでびっくりしました。マジっすか、こっち1回も切れてないんだよな。でもうわーちょっとやばいなそれ、なんかもしかしたらちょっと録画がうまくいかないかもしれないですねこれ。うわー怖い。まあなんかうまくいくことを祈って、やろうかなと思いますけども、もしこれうまくいかなかったら多分呪いですね、呪い、例の呪いが成就したのかもしれないですね。そしたらちょっと拍手を送っときますね、呪ったわって言ってくれた人にギガの都合で YouTube 聞けない。いやーそうなんですね、なるほど。あ、音消えたりライブ終了になったりとかしてた。あ、なるほど、そうなんですね。うわー怖い怖い、やばいな。ちょっとお、 VTuber フェイスリグなら簡単ですよ。フェイスリグちょっとググりますね。フェイスリグここに来てなんかググり出すっていう、ね、あ、自分の顔の動きに合わせてキャラクターが動くフェイスリグ。へえ。あ、これアバターの種類が豊富、なんかオリジナルのアバター作りたいんですけどね、これできればオリジナルのやつ、オリジナルのやつ作りたいんですけど、ね、オリジナルのやつってどうやって作ったらいいんでしょうね。これなんかさ、多分 3D とかモデリングとかで話になりますね多分ね。なるほど。あ、花屋さんありがとうございますね。 YouTube 見れば分かりますよ。そうなんですよ、あの僕19日に呪われまして、21日に呪いがね成就するんでっていう風に言われたんですけども、21日何もなかったですっていうお話ですカスタムキャストだと中身おっさんの美少女になります。へえ。あ、そうなんですね。あ、ちょっとじゃあ僕も中身おっさんの美少女になってみようかな。嫌ですよね美少女になって、なんかボイスチェンジャーとかでなんかすげえ高い声で階段喋っててもなんかあんまり臨場感ない気がするんですけどねあ、カスタムキャストはアプリなんでやりやすいと思います。あ、なるほどなるほど。てか皆さん VTuber 詳しくないですか、めちゃめちゃすごいな。カスタムキャストでニコ生でバーチャルキャストが一番早いですかね今なら。あー、なるほど。あ、そういうことなんですね。へー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 。あ、Steam ってところで買えますよね、フェイスリー。なんか池子さんとね、コンセンさんめちゃめちゃ詳しいですね、なんか。びっくりした。すげえ詳しい、みんな。ブルーさんも詳しいな。うん。じゃあちょっとまあ、なんか VTuber に関してはちょっと検討しますけど。どうしようかな。まあなんかでもせっかくだからね、ちょっとね、やりたいなって思うんですけどね。VTuber とかね。ただまあ僕も一応技術屋ではあるので、エンジニアとかね、あのデザイナーではあって、あとまあイラスト描いたりもするので、まあ別に、なんかそのモデリングできる人とね、一緒に組んでやってもいいかなっていうふうには思ったりはしてるんですけど。実はあの、今日の あのアップした動画に出てた、あの、なおちゃんっていうあの友達の子、あの子も割とギークな子なんですけど、あのデザイナーでかつエンジニア的なことも詳しい人で、な、彼女もなんか VTuber ちょっと興味があってみたいな。あの子でもすげえ変な子なんで、なんかなんだっけな、 VTuber、 いや私 VTuber やりたいんだけど、なんか VTuber やってて美少女でなんかこう可愛い可愛い感じで振る舞ってるのに、途中で VTuber のなんかあれがあのなんだろう、そのキャラクターをね自分の動きに合わせて動かしてるのが落ちてしまって、なんかおっさんがおっさんが可愛い声可愛い感じの喋り方でなんかやなんかこうカメラの前でやってるのがそのまま生放送で流れてしまってるみたいな、そういうのを見たい、放送事故を見たいってすげえ言ってて、なんか VTuber の放送事故を見て何が嬉しいのかっていうのはちょっと思ったんだけど、まあ、本人はそれを見たかったらしい。なんかあー途切れる、すいません、なんか途切れまくってますねきっとねはい、というわけでまあちょっと雑談しちゃってるんですけども、本日はここまでにしようかなと思います。今ねちょっと僕の家がね僕しか今いないので、おかげさまでね僕しかいないのでみんなどっか行っちゃうので、全然夜中まで配信しても OK なんですね。ただ、ね、ちょっと電波の問題が今日あるのでね、また、電波がいい時に長めに配信しようかなと思います。ではでは皆さんお疲れ様でした。おやすみなさいませ。